皆さんこんにちは、インターバン6304です。今日はですね、川崎のコリアタウン桜本をドライブしましたのでご紹介いたします。桜本の場所なんですけれども、こちら川崎駅の南東方向、工業地帯の近くにあります。拡大するとこんな感じです。今回は曲がりくねった道をしばらく進みます。その後は大島四つ角を通りまして、一旦産業道路に戻りまして、再び西の方に戻っていくルートです。それでは早速桜本の街をドライブしていきましょう。それでは青信号出発です。この辺りは普通の住宅地で、あまりコリアタウンらしさはないんですけれども、ただ古い建物に共産党のポスターが貼ってあるのが気になります。新しくて立派なマンションも建っていて、走っている分にはですね、日本各地どこにでもありそうな普通の住宅街という感じです。ただまあ道路は結構曲がりくねってますけどね。で、古い建物にはやっぱり共産党のポスターがありますね。どうもですね、共産党のポスターを見かける割合がこの辺り高いような気がします。そして道路を越えて先へ進んでいきます。曲がりくねってますけど、なかなか綺麗でですね、街路樹も立ってて走りやすいんですけど、やっぱり今右側にも共産党のポスターが貼ってありましたね。この辺りは熱心な共産党の方がこの辺りにいるんでしょうか。としたなという感じです。そしてここを左に曲がると商店街になっていまして、焼肉屋さんとかですね、そういった店が多いかなという感じがします。この左側の建物が川崎共同病院、共同病院、あ、左側に商店街がありますね。この辺りはですね、住宅と住宅の間にお店があるような、いわゆる普通の下町的な商店街ですね。焼肉屋さんが多い点を除けばですね、特別コリアタウンらしさというものを感じることはないですね。閑静な住宅エリアとたところでしょうか。そしてこの辺りに来るとまた商店が多くなってきまして、右側にパチスロ銀河さんというお店があります。なかなかクラシカルな電飾のパチスロ屋さんです。左側にもパチンコ屋さんがあるんですが、こちらは近代的なデザインですね。そして大島三丁目の交差点を左に曲がりまして、三車線の太い道路に出ます。右側に花新組という朝鮮系の金融機関があって、ああここはコリアタウンなんだなということを感じさせてくれます。そしてここが大島四つ角という交差点で、この辺りが桜本の中心なんでしょうか。斜め左に入りまして、凝った人形が4体並んでいるコリアタウンと書かれた門の下をくぐります。この通りはですね、飲食店が多いので、この辺でお昼ご飯を食べようかなと思っていたんですけれども、夜やってるお店が多いのか、シャッターが降りているところが多いですね。あ、右側にストップ戦争法案という張り紙がありますね。沖縄料理チュラ海、沖縄料理のお店もあるんですね。
そしてスナックがあって肉屋さん、もつのあさみという肉屋さんがありますが、売っているのは生肉なのでお昼ご飯に気軽に食べるというわけにはいきません。乙女湯、おつ女湯に見えてしまいましたね。そして韓国家庭料理のお店がありまして、あ、またここにもストップ戦争法案の張り紙が貼ってあります。この辺りはやっぱり焼肉屋さんが多いですね。この辺で食べる焼肉はきっと美味しいんでしょうね。コインパークもあります。そして右側に立派な建物の焼肉屋さんがあって、民族衣装を着たゆるキャラが壁に描かれています。それを過ぎるとまたコリアタウンと書かれた門があって、この門をくぐると首都高横羽線に沿って走る産業道路という幹線道路に出ます。この産業道路はですね、非常に交通量の多い道路ですね。札幌でいうと札幌新道に非常に近いです。そしてすぐに左折をしまして、有刺鉄線がついた壁にマルハンと書いてあって、その向こうにマルハンのパチンコ屋さんが立っています。この辺は工場も多くて、このマルハンももしかしたら工場の跡地に建てられたのかもしれません。右側には緑が溢れていまして、ここは公園になっているようです。公園の左側には住宅が立ち並んでいまして、街路樹も植えてあって、閑静で気持ちの良い住宅街という感じですね。ここに植えてある木は何の木なんでしょうかね。桜本っていうぐらいですから桜の木なんでしょうか。ご存知の方がいたら教えてください。そして何の工事をしているのか分かりませんけれども、片側交互通行になっていました。ただ止められることもなくですね、スムーズに工事現場の横を通過することができます。工事現場を過ぎると焼肉屋さんがまたあって、 NPO アリランの家というのが左側にあります。この NPO もどういう NPO なんでしょうかね。アリランの家という名前だけでは活動の内容までは伺い知ることができません。そして先ほど通った道路を今度は横切りまして、水門通り商店街に入っていきます。畳屋さん、医院、調剤薬局、居酒屋、この辺りはあまりコリアタウンらしさを感じるお店というのはないみたいですね。そしてまた大島三丁目に戻ってまいりました。それでは今日はこの辺で。